俺の名前は田中優斗、28歳。今日は会社の飲み会に来ていたのだが。今日も島田さんかわいい。やっぱうちの部署の女神だよな。まあ当然ですね。またか。彼女は島田沙羅さん、2つ年下の後輩社員で社長の一人娘だ。俺はかつて彼女の教育係を務めたことがある。そんな彼女はその美貌で他の社員たちから人気があるらしい。先輩また一人ですか？よかったら私が一緒に飲んであげますよ。いいよ、一人で飲むのが好きなんだ。そんなこと言って、先輩も私のこと好きなくせに。いや全く。私のどこがいけないって言うんですか？君に会社の後輩以上の感情は持ち合わせてないよ。そんなわけないです。こうなったら先輩の化けの皮を剥がしてあげますから。何も被ってないし本心むき出しなんだけど。信じません。ほらおつまみどうですか？私が食べさせてあげますよ。あーん。いやそのなーん。強引に押し切る気か。かわいい後輩にあーんしてもらったら一味違いますよね。いや別に。なっ。じゃあ趣味とか教えてくださいよ。休日は何してるんですか？仕事関係の準備とかかな。どこまで仕事ジャンキーなんですか？その後も島田さんは身を寄せてきたりお酌したりとアプローチしてきたけれど、俺にはあまり刺さらず。お手洗い行ってくる。こんなにやってるのにどうして反応してくれないんですか？島田さんもそろそろ諦めてくれないかな。田中なんてほっといて俺と飲もうぜ。いえ私は。あの人また島田さんに絡んでるのか。彼はヤバすぎチャラ男、同僚のイケメンなのだが島田さんを狙っているらしい。会社でもよく声をかけているのを見かける。あそこ俺の席なんだけど。なあ別のとこに行きゃいいだろ。そうか、じゃ失礼します。何やってんだてめえ。だってここ俺の席だし。だん、わかったから離れろ。覚えてろよ。ありがとうございます。なんだかんだ言って先輩は私を助けてくれるんですね。ああ、ここの席空調の風が当たらなくてちょうどいいんだよ。あ、そんなこと言って、私の隣が良かったんですよね。ね。いや別に。素直になったらどうなんですか？おい、そろそろビンゴゲームしようぜ。あ、ビンゴだ。景品何かな？私よりもビンゴに興味を示すなんて。その後も飲み会は続き、翌朝。頭痛って、なんだこれ。起きましたか先輩？なんで島田さんが隣に？先輩昨日酔いつぶれちゃったんですよ。なのでお店から一番近いうちに連れてきたんです。それは迷惑をかけてごめん。でこの手錠は？ビンゴゲームの景品です。なんてものを景品にしてんだ。ただのおもちゃですから安心してください。なんだ、だったら安心できるか。どうして手錠をつけてるのかって聞いてるの。先輩が悪いんですよ。いつまでも私に振り向いてくれないからこうするしかなかったんです。なんで？まさか本気で俺のことが好きですよ。どっ。でも全然意識してくれないので寂しかったんです。だから今度は私が指導してあげますね。君臨剤、私のことしか考えられないくらいに頭の中を私でズブズブにしてあげます。まさかこの子ヤンデレなのか。とにかく手錠を外してもらって逃げないと。ここは一旦島田さんに合わせてタイミングを測って帰るしかない。さてまずは朝食にしましょう。まあ、また俺昨日からお風呂に入ってないから先にお風呂に入りたいな。それってもちろん一緒にってわけじゃない。一旦手錠を外してくれたら一人で。わかりました。
一緒にお風呂に入りましょう。お背中流します。話聞いてた。先輩の言葉を一言一句聞き逃すはずないじゃないですか。確かに今聞きましたよ。私と一緒にお風呂に入りたいって言ってね。じゃあ朝食にしますか、それとも私と一緒にお風呂、それとも私、選択肢一つ増えてるし、やっぱり朝食にしようかな。では朝食は私が作りますね。って言ってもお互いに片手が塞がれてるし、一緒に作るしか共同作業ですね。新婚夫婦みたい。そんなうっとりした顔で言われても。数十分後、ようやく完成しましたね。それじゃあ、熱っ。あ、ごめんなさい。しっかり冷まさないと。はあはあ、なんだか今日は随分と献身的だな。いつもの高飛車はどこに行ったんだろう。ごちそうさま。朝食も終わりましたし、お風呂に入りましょうか。いや、だから一緒に入るのはまずいってば。どうして断るんですか。前から私をたくさん避けてましたよね。もしかして私以外に意識してる子とかいるんですか。先輩のことを誰よりも愛してるのは私なのに。違うって。それに着替えもないし。ありますよ。いつか先輩と同棲する時のために前から用意してたんです。俺の服のサイズどこでしたの。企業秘密です。やっぱりこの子ヤンデレだ。その後なんとか説得してお風呂の間だけは手錠を外してもらったが、上がるとすぐに手錠をかけられたため脱出は断念。それからも隙はなく、結局夕方まで一緒にいることになり。それじゃあ今度はマッサージしてあげますね。なんで今日はこんなに積極的なんだよ。普段なら絶対にやらないのに。ほら、じっとしてください。いや、ちょっと、うわっ。ちかっ。ごめん、すぐに離れ。いえ、このままにしましょう。え先輩、最後の指導ですよ。ストップ、しっかりするんだ。私では今何を。ごめんなさい、空回りばかりで。いや大丈夫。仕事でも言ってるけど、失敗は誰にでもあるからさ。先輩っていつもそうやって励ましてくれますよね。そうだっけ。私が入社した頃からですよ。初めは失敗も多くて落ち込んでばかりでした。でも先輩はいつも励ましてくれたんです。だから先輩を好きになったんですよ。そういえば島田さん、ミスした以上に頑張ってたんだよな。だから嫌いにはなれなかったんだ。でも好きだったならどうしてあんな態度をとってたんだ。え、私何かおかしかったですか。自覚ないのかよ。いつも周りに偉そうにしてたじゃないか。そんな風に見えてたんですか。違うんです。父のように周りに尊敬される人になりたかっただけで。確かに社長ってみんなから慕われてるもんな。父みたいに堂々と振る舞えば尊敬してもらえると思ったんです。まあ今日はプライベートなので普段通りに接してましたけど。それで会社では高飛車に見えてたってことか。でも今の島田さんだとちょっと距離を縮めづらいかもね。だから先輩も私に興味を持ってくれなかったんですね。ごめんなさい。いやいいよ、君なりに頑張ろうとしてたのはわかるから。でもありのままでも十分周りから尊敬されるよ。本当ですか。人はそれぞれ違う。誰かと同じようにならなくてもいい。島田さんなりに尊敬される大人になればいいんだよ。わかりました。私変わってみせます。とりあえず手錠外すことから始めようか。はい。週明け、あれ、ここの花先週と変わってるな。いつも誰が描いてるんだろう。おはようございます、先輩。あれ、なんだか今日の島田さん雰囲気が違う気が。実はカクカクしかじかで。なんだ、そういう事情があったのか。
今まで嫌な態度取ってすみませんでした。いや、いいんだよ。前の島田さんも素敵だったけど、今の君も素敵だよ。ありがとうございます。その日から島田さんの態度は一変した。周りに愛想よく振る舞い、優しく接するように。他の社員たちはその変化に驚いていたが、事情を話すと納得したようだ。ただ一つだけ変わらないこともあって。先輩、今日はお弁当を作ってきたので一緒にランチしましょう。先輩の胃袋も私のものにします。会社でもヤンデレだ。あ、わかった。でもその前にお手洗い行ってくる。田中、そういえばあの後ゆっくり休めたか？島田さんの家にいたんだろ。どうしてそれを？あそこにいた連中なら知ってるよ。飲み会の日、寝落ちしたお前を見て、みんな田中はいつも頑張りすぎだって話してたんだよ。きっと手錠でもしない限り休日も仕事してるだろうなって。バレてる。飲み会が終わった後も全然起きなくてさ。でも誰もお前の家知らねえし、他の連中が連れて帰るにも家が遠かったり空き部屋がなかったりして、どうしようかってなった時に島田さんがうちに連れて帰るって言い出したんだよ。は？誰も島田さんの心配しなかったのか？もちろんしたさ。けどあの時チャラ男も一緒に潰れてたんだ。どっちが安全かっていうとお前の方だろ。仕事のことしか頭になさそうだしな。何も言い返せねえ。それに島田さんがついでに田中先輩にリフレッシュしてもらいますって聞かなくて、みんなもお前にはそれが必要だと思ってたし、任せることにしたんだよ。で、島田さんに何してもらったんだ？料理とかマッサージとか。よく考えてみると、あの日されたことってリフレッシュできる内容だったな。風呂に一緒に入ろうとしたのも背中を流すって言ってたし、もしかして島田さんがあの時言ってた指導って休み方を教えるってことだったんじゃ。で、時間取らせて悪いな。島田さん待ってるんだろ。早く行ってやれよ。ああ。では早速食べてください。ありがとう。この間から島田さんにはいろいろとお世話になりっぱなしだな。何のことですか？飲み会の後、仕事ばかりの俺を気遣って止めてくれたんだろ。仕事もよく頑張ってるし、やっぱり島田さんはいい子だね。もういいですってば。もしかして照れてる？いつもみんなから褒められてるのに。だって好きな人に褒められるとさすがに恥ずかしいですし。かわいいなあ。なんでお前がサラちゃんと一緒に昼を食べてるんだ？チャラ。サラちゃんには俺の方がふさわしいだろ。イケメンだし、仕事だってこいつよりも。いや、ヤバすぎ先輩、さっきも部長に怒られてたじゃないですか。でも俺の顔の方がいいのは事実だ。弁当なら俺に。もうやめろって。あまりしつこくしても嫌われるだけだぞ。それに私は田中先輩に食べてほしくて作ったんです。他の人に文句を言われる筋合いはありません。俺に歯向かったことを後悔しても知らねえぞ。助けてくれてありがとうございます。いや別に。でもこれで終わるとは思えないな。その数日後、予感は的中してしまった。島田さん、君の担当していた仕事ミスがあったよ。申し訳ございません。ですがこの仕事は私が担当した覚えは。だがヤバすぎくんが確かに君にお願いしたと。サラちゃんの勘違いじゃないか。証拠にほら、ここにサラちゃんの名前あるし。どうして？自分のミスは自分でどうにかするのが大人だよな。わかりました。大丈夫？他にも案件抱えてたっけ？忙しいなら手伝うけど。いえ、自分の責任ですし、一人で頑張ります。あ、そう。その後、島田さんは一人で仕事のミスをカバーしようとしていた。他の仕事も忙しそうなので声をかけたが、一人でできるの一点張りだ。心配しつつも数日が過ぎていき。
どうしよう、このままじゃ納期に間に合わない。やっぱり無理そうなんだね。先輩、手伝うよ、二人でやればなんとか間に合うだろうし。ダメです。私今まで先輩や他のみんなにもひどい態度をとってました。だからこれ以上誰かに迷惑をかけるのは嫌なんです。それは違う、迷惑なんて思ってない。俺はただ君の力になりたいんだ。どうしてそこまでしてくれるんですか？君が一生懸命頑張ってたのを見てたからだよ。頑張り屋な子を応援したいって思うのは当然だろ。そうだ、俺たちも見てたぞ。皆さん、入社した頃からみんなより遅くまで仕事してただろう。それに気配りもできるよね。毎日誰よりも早く出社して掃除と花瓶の花も変えてくれてたし。前の態度だっていつも自信にあふれててすごいなって尊敬してたんだ。そっか、だからみんな島田さんに夢中だったんだな。島田さんが困ってるなら力を貸すよ。ありがとうございます。その後島田さんは社員たちと一緒に仕事することに。納期は翌日までだったが、この調子なら間に合いそうだ。俺はあっちを調べないとな。翌日。そろそろきついだろ、俺が手伝ってやろうか？礼なら休日に一緒に出かけるだけでいいけど。いえ、結構です。もう終わりましたから。嘘だろ、一人でできるような内容じゃ。一人じゃないよ、昨日君が帰った後でみんなでやったんだ。それとあの仕事を誰が担当してたのか調べさせてもらった。本当は君が担当していた仕事だろ。何のことがさっぱり。とぼけても無駄だ。部長、田中君から証拠も預かってるからな。後で事情は聞かせてもらうぞ。それと島田さんには申し訳ないことをしたね。もっとこちらで調べるべきだった。本当にすまなかった。大丈夫ですよ。それにみんなのおかげで無事に終わりましたから。なあ、本当に助かったよ、ありがとう。じゃあヤバすぎ、隣の会議室で事情を聞かせてもらうぞ。助けてくれ。その後ヤバすぎは部長に叱られ、すっかりおとなしくなった。島田さんは他の社員たちとさらに仲良くなり、以前に増して人気も高まっているようだ。そして俺たちはというと。ねえ先輩、本当に今でも私に興味ないんですか？ここまで助けてくれたのに。いや、そんなことないよ。はい。というか今までも好きだったのかもしれない。意識したら仕事に支障が出ると思って考えないようにしてただけでさ。だからそっけなくてごめん。でも今は本当に島田さんのこと好きで。では手を出してください。へい。あ、何やってんの？だってお互いに好きだって分かったんですよ。ならもう離れちゃダメです。今までそっけなかった分たくさん愛してもらうんですから。もう絶対に話しません。朝から晩まで四六時中ずっとずっと一緒です。頭の中もずっと私のことだけを考えてくださいね。手錠は外してくれ。見るです。もし時間